飛行機代プラスホテル代お腹みたいですね。おできればっていう感じですか。ぜひ東京でお願いしたい。やばいやばい。先月開催された選考レースで東京オリンピックに内定していた服部優真選手も東京オリンピックのマラソン目覚めた、何かが目覚めた。東京の舞台に立ちたいと思って、まあ、マラソンやり始めて、やはりその、まあ、戸惑いというか、まあ、東京で走りたい気持ちがやはり強いです、まあ、どうなるかわかんないですけど、始めるのもなんかにしてはちょっと意味で、まあ、戦うわけです。